はいどうもオクポンでございます。暗号通貨市場ですね、良くないですね。まだまだ上がらないですね。まあ、本当、来月に上がると思ってます。勝手にね。ということで、ジンバブエ、ね、最高裁で中央銀行の暗号通貨禁止令を取り消しへっていうのが出てます。これはお話ししてないと思うんですけども、これは非常にいいニュースかな。あとは、ノアですね、6月12日に、まあ、これ、利格ポイントなのかなっていうのをツイッターで見かけましたね。 えー、っていうのは、あまあ、上場先が10箇所あるんだけども、6月12日っていうのは、うーん、まあなんだろうな、どっかのもので、別にブログで公開してるみたいなんですけども、これね、ツイッターでちょこっとね、走り書きだけ見つけたので、 えー、まあまあ,あこの辺ですね。ノアに関してはだいぶ下げてるので、まあ、他も下げてるんですけども、7円、な7円じゃない,いや、75銭くらいかなあっていうところでうん、だいぶ下げちゃってますよね。で上の方で5円弱くらいまであったので、5円まであったと思うんですけども、その辺ですね。ありましたので、この辺。うーん、どうなるのかな。で、次。 まあ、暗号通貨で送り人になったのは331人だよっていうね、えーまあ、これ、日経かなで紹介されてました。で、国税庁は25日に17年度暗号通貨取引所を含めた収入が1億円以上あった、申告したのはたった331人だったっていうところなんですけども。 これどうなんでしょうね。うーん何が何だか分かんないですけども。でもまあ、1億って言うけども、100万円の100倍だから、って考えると、17年だけで1億を持ってくのは、まあ、西野さんみたいな方もいらっしゃいますけどもね。うーんどうなんでしょうね。本当に行くかどうかっていうのは、おーまあ、なんだろうな。まあ、私事ですけども、エイダの、 が、下から上でね、まあ、i c m で乗れなかったんですけども、80倍っていうのがあったので、でもやっぱり理覚はできてないわけでしょ理覚できてないので、だからそれを考えるとですね、難しいんじゃないなかなかハードルは高い。でもまあ、331人っていうのは、私はね、えー、それ相応の数なんじゃないかなと思うんですよ。だから適正な数うーっていう感覚ですね。あと 市場にどれだけの参入者がいるのかっていうのは、まあ1トもね、15%、20%とも言われてますから、あそれの参入者がどれだけなのかなって、まあ国民で割った場合に、うんまあ331例、それで見るとやっぱり少ないのかなっていうところはあるけどね、どうなんでしょうね、詳細は。私はそれそうだと思ってますね。えーあのー、まあ自分で体験したのはね、うん80倍だったので、 で、あれを ICO で枝をね、乗れたんであれば、もっとね、馬鹿でかいでしょ、うん、っていうところですね。で、まあ、これ別ですね。コインチェックがマネックスに買収されたっていうところなんだけども、なんだかね、静岡銀行、ね、我が静岡のね、この銀行ですよ。駿河で、なんだっけ、かぼちゃの馬車かなあ融資をするのに、なんだっけな。あれはね、えー、お金を融資するのに、 普通会議があるんですよ。倍返しで、なんだっけ、あれ。えー、半沢直樹のね、あれ見,見られた方はあ、あのまんまだと思うんですけども。で、まあ、余談にあるんですけども、あの半沢直樹のあの絵、モチーフになったものっていうのは、あ実際に日本の金融機関であった、えーとね、ものです。名前の本は覚えてないのと、まあ、言うとおあんまり良くないと思うので、 えーまあ、この辺は記憶の、ね、奥底に眠らせておこうかなと思うんですけども、あのー、本当に大変らしいですね銀行の合併っていうのはあなると何だっけな、あのー、いろいろパワーバランスがあってで合併になってその別の銀行と A と B がくっつくわけだから。 あ全く見ず知らずの人がいきなり上役にもともと会社がいてね会社が同じで、えー、上役だった人が転勤でもってそういう位置についてれば、まあ、納得も納得はいかなくても、うん、従うんでしょうけどもそういうんじゃなくて。 もともと何の関わりもない人たちが、その、なんだな出資、出資金っていうか、資本金が違うばっかりにね、こっち側60%、ここ反対側は40%だとするとで60、60%の人たち、この銀行の方が権力を持つみたいなね、なんかそういうの出てましたけど、本当にあるらしいですね、ああいうのね。まあ、それを体験した方が、実は、まあまあ、某大御所いらっしゃいますけども、 うん、まあまあ,あ、ご本人に聞いてみるん、ねえー、まあいいんじゃないかなと思いますよね。えー、まあいいや。えー、で、この静岡銀行コインチェックっていうところでくっついて、えー、まあそのままね、見ていこうかなと思うんだけども、お皆さんご存知のとおり、ネムハッ,コンハッキング事件コインチェックマネックスを買収したと、マネックスの株27%を保有するお静岡銀行柴田虎杜は、あ マネックスの多分持ってんだねねこれね、えー、将来的に口座提携などを検討し新しいサービススタートさせる考えをまあ、述べたと柴田氏はブルーバーグインタビューで現時点で提携は時期相応だと発言したかコインチェック暗号通貨交換業者 として金融庁から許可を得ることができたらどのような提携ができるか考えたいと付け加えたさらに静岡銀行がマネックスやコインチェックと口座を連携できればもっと新しい金融サービスができる可能性があるとコインチェックと提携した場合の可能性に期待を寄せているまたマネックス社長兼最高責任 社松本氏はコインチェックの全面取引再開について6月中が目標と判明とさらに暗号通貨業を米国で海外提刊する意向も表現している現在コインチェックの弱みであったセキュリティや対策資金管理など強化し認可に向けて予定通り進んでいることだと。 おここまでの内容と考慮っていうところで、えー、ハッキング事件が起きた注目を浴びたコインチェックをマネックスが買収したのは話題になりましたそのマネックス株が27保有している静岡銀行が口座提携新しいサービスをスタートさせる可能性はあまああるとおインタビューしたと。 最近銀行暗号通貨ブロックチェーンを使用するケースが増えてますが実際のところ私たちの日常の直接関係するケースがかなり ぎりなく少ないです。まだまだ一般的に暗号通貨私たち生活を離れているのですと。ですので、今回、まあこの口座け提携ねがあった、銀行提携、具体的なものになれば世間壁をがなくなると。6月のコインチェックの交換業復活と、マネクスとシズ金のとの提携に注目っていうところがあります。 これ今、読んでて、まあのー、感覚的に思ったのはですねスマホで銀行と JPY と通通になる暗号通貨と JPY が通通になるっていう仕組みを盛り込むっていうのも十分なんじゃないかなと。だかからあーなんていうのかな 今なんとなくで喋ってますけどもだからビットコインを持っててねで JPY が必要な時にもう何ていうのかなこうシステム上本来日本円で払わなきゃいけないものもおな何ていうの JPY とおビットコインをこうた うん、わけ隔ててななくっていうのかな通常であればビットコイン決済であればビットコインっていうものを持ってなきゃいけないじゃないですか。でも,も JPY でもできる。なんかあのー、話しててよくわかんなくなってきたんだけどもそういうことができる。あとはあ、まあ、マネックスが噛んでるってとこでこれ株を持ってるものに対して 株、保有株での、だから信用払いみたいのもできんじゃないかなっていうのもなんかね、話してて分かったんですよ。あの、若年層が、まあ、お金がないっていうのは、これはあ周知の事実ですよね。60歳以上の方が80%持ってるんだからね、えー。それは若年層にお金回ってこないのも当たり前でしょっていうところで、で、若年層は借金をね、きっとなんかを買うのに、 でも、まあ、感覚的にはね、そんなに無理しない、出ない、エッジを立てない生き方っていうのかな、あーがあー生活スタイルになってるみたいなんだけども、とはいえね、えー、やっぱりその中でも、無茶しちゃう方々っていらっしゃると思うんですよね、借金をしてとかね、えーまあ、黄色い看板、緑の看板、赤い看板に行ってね、えー、キャッシングしちゃうとかね。 えー、いらっしゃると思うんですけどもでこういう方がですね、うんまあ、投資を、まあ、株を持ってたとすればですよ、うん、アクティブに、まあ、よく言えばお金をアクティブに動かされてる方があ借金をしてまで動かされてで株を持ってると、でその株が、うんまあ、話題になっ、まあ、こっちゃになるか。 えーとまあソフトバンクでいいかなソフトバンクの株をマネックス証券で保有してたとで通常信用取引っていうのは3.3倍だからその倍率で、えーまあ、取引ができるんですよだからコインこれソフトバンクの株価が80万円であれば240万円のまあ80万円の 価値を持っているものが今ソフトバンク100株だけ持っててで240万円の取引までできるんですよねだからあと160万円ほどできるわけなんですねでそれを考えるとですね間違ってないかなえー、っと2403.3倍っていうかそうですよね百四十1 6 0万円ですねで160万円の要はソフトバンクの100株の 物を資本として200160万円のお買い物ができるって言えばいいのかな説明つきますかね、えー、っていうところでまあ もちろんそれが株価とかも影響しまう、株価を置いといてですよ、置いといて、160円とは置いといてね、160万円の借金ができると、もちろんその期日、半年以内にね、ソフトバンクの株価が240万円にならなければ、マイナスなので、まあ、それをおー、まあ、現物で、現金で払わなきゃいけない。 ね、JPY で払わなきゃいけないっていうのはあそれは株、まあ、やってらっしゃって信用取引をやればね分かるんですけどもそういったことが盛り込まれるんじゃないかなと思うんですよね。だお金がないからお金がない人たちでもお金を使える環境っていうのは構築は絶対これしていかないといけないと思うのでお金の流動性ができないし。 あくまでもね、本当に日本の人口ってのは8000万人かな、8000万人が適正って言われてるのかな、で、まあ、今1億,1000 1億2000万人だよね、1億2000万人の人があどんどんあと4000万,万円減らなくても、まあ、1億人割るっていうところはあ、もう数字上でね、数字上っていうか、経済、う さなんだ経済省っていうのうな何省っていうのそういう人口管理としてるとか、あと人口とね、経済の関係を見てる省庁ってあるじゃないですかね。えー、経済産業省かなあがあると思うんですけどもお、そこではどんどん人口が減って1億人割るっていうのも見えてるわけで、でそれを考えた場合に、こういったね、 流動性があるものっていうのは1億人を割るっていうのは割るのでいいんだけどもお金がない層っていうのは今後できててでそのお金がない層の何パーセントかはそんなリスクをしょってのアクティブに動かしたくなる方がやっぱりいらっしゃると思うんですよねどの世界でもね。 いくらエッジが立ってるのが嫌だって言ったって、えー、そういう方は目立ちたがり屋じゃないけども人と変わったことをやりたいみたいな別に人と変わったことをやりたいんじゃなくてつまらないっていう感じかな感覚的にはこれは私わかるんですけどもあのー、まあどこを見ても金太郎アームみたいにね えー、どん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 切ってもどの人を当たっても同じようなことばっかり言うみたいなね、えー、コピーロボットかよみたいなね、えー、そういうのがあ変な話ねよくも悪くも今のね、えー、日本人の感覚なのかなあなので、まあ、そこにエッジを立てて、えー、なんかやりたいとかね、えーまあ、暴走族とかね、えー、どこでもいらっしゃると思うんですけども旧社会っていうのがね今暴走族って言わないのかな 旧社会の方々も多分そうでですすよよねつまらないわけですよ普通のバイクを乗ってて、えーまあ、淡々と走るバイクをね乗ってるのはつまらないだからこう人と変わったことをやりたいとかねやっぱりそういうのがあそういう方がねいらっしゃると思うんですよねどこでもねでそういった方のお金アクティブに動くお金っていうところでこのコインチェックねマネックスでさらにね雫金この提携することによって何かね えー、どういったことができるのかは分かんないんだけども、うん、今私が話してたのは持ってる株に対しての信用取引っていう,うそのくくりのものをねこう使いながらあまあ資金の流動性を起こしていくっていうのはもちろん金利で稼ぐっていうのはありますからね、えー、まあ話であればソフトバンクのその160万円マックスで、えーまあ、使った車でも買ってね あるいは物買ったとかね、ブランド品こっちより買って、買いたくなっちゃってね、で、そこ版の株を縦にして、で、まあ家でもね、えー、銀行がお金を貸すときっていうのは、あ家とか屋,屋敷とかなんかあお金になるものを見つけてね、それがあれば銀行は低金利でお金を貸しますけども、大概の場合はなかなか貸しくんないですよね、土地とか担保がな,なければね。うん なので、まあまあ、そういう取り方ですから、新しい金融商品っていうのは、なんかできそうですよね、えー。っていうところでございました。ごめんなさい、長々とね。えー、で、まあまあ、あのー、こういうところですね、まあ、ここからあ、ほんと余談かなっていうところなんだけども、これ、えー、なんか本ではないと思うんだよね。一個人の方が、あ株価の方かな、暗号通貨赤の方かな、とにかく投資家,家の方が、 あまあ、うん、ツイートをされてたので、えーまあ、共有したいと思うんですけどもこれ私共感できるものと共感できないものがあるんですよね、まあ、まず1に「損切りできない」「2」「以下どんどんいきますね、えー、過去の栄光にこだわる文武そうムムなレバーをかける他人のせいにする自分で調べない自分を過大評価する謙虚さがないすぐ分かった気になる自慢が多い継続できない 結果、市場から退場していくというところでございます。まず、あのー、これ、私があ共感できない、まあ、主観で全部ね、しゃべるんだけども、私が共感できないのは、この損切りができない。理屈ではわかるんですけども、これは私は、これは、あまあ、今後ね、多分なかなかしないと思います。よっぽどのことがないと損切りはしない。 なんでかっていうとお、いつ相場が吹くか分かんない。もちろん、機械損失がなくなるっていうのは分かるんですよ。機械損失っていうのは、100万円の今価値があってね、まあ、その今100万円しかないんだけども、もともと200万で買っちゃった。だから半分になっちゃったよって。だから半分になっちゃったんだけども、その100万円をね、いつ生きるのかっていうのは、 あこれ、相場は読めないんですよね。そこの企業が何を、どういう手段を報じてくるのか、動きが出るのか、あーどういう宣伝をしてくるのかね、それに、うーそのうーん動きに対してね。で、そうすると、市場がね、地合いが良ければあ、お金のね、流動性を出す場所っていうのかな、あー投資対象があ今の時代にない時に、そういう情報がね、 発信をされた時にその株価ってどんと上がる可能性って十分あるんですよ。で、この相場ってのはランダムウォークなんで誰にも予想ができないんですよ。本当に予想ができない。なので、えー、まあ人はね、チャートだとかファンダだとかね、えーまあ、よくね、株とかでもいや、なんでね、この業績がこんなにいいのに。 お金が入ってこないんだって言って、お怒りになってる方とかね、それは非常によく分かるんですよ、よく調べて、えー、ものの理屈から言ったら、数字がね、えー、出ててね、決済、いい決,決算が出てて、なんでこれで数字が上がってこないのって、資金入ってこないのって、それはあおそらくその地合いがね、良、えー、くないんですよ、その株に対して、企業に対してね。 別にお金を入れてもいいんだけども、他にお金を入れて、えー、これは儲かんじゃねってやつがあるわけですよね。だからあ、そういう観点からですね、この損切りができないっていうのは、なんとも言えないです。で、私は、これは、あまあ、基本的には進めないですかね。もちろん、そこのお自分の資金、まあ、自分のね、えーか、環境ですか、経済環境にもよるんだけども、これはね、 うんまあ、何とも言えないからね、相場がどう動くのかって予想できないから、まあ、損切りって、うんまあ、教科書ではよく損切りはね、した方がいいとは言うんだけども、なかなかこれは人間のタイプによると思います。タイプに。私は何回かこの損切りっていうのはやってみたけども、合わないかな。合わない。うん。まあ、売れば上がるしね。うん。ね、難しい。で、過去の栄光にこだわるっていうのは、これはね、 えー、本当に的を得てると思います。今に生きないと、これに関しては何とも言えないですよ。情報がアクティブじゃないですよね。だから、あのー、私が推薦するのは、本当にインをしたらアウトをして、で、自分の思いとかあ何か思ったことがあれば発信をしないといけないですよ。発信をしなきゃいけない。で、私、このねうん、ちょっとね、えー、お話、このね、 えー、過去の栄光にこだわるっていうところで、あまあいいか、これ流そう。文、えー、部、平等な対応レ、レバーをかけるっと、まあ自分に、ね、見合ったあレバレッジ、借金をしてね、も、え、のー、を買ってしまうとかね、えーまあ、か株であれば信用をかけて、信用取引でやってしまうとかね、暗号通貨も同じですね。FX とかもそうですよね。 で、そういうことをやってしまう。まあ自分、なんていうのかな。その、まあ、価値がよく分かってないっていうのかなあ。まあそれはいけないよっていうところで、これはよく、まあ正直なんとも言えないです。これも自愛によると思うんで、それもやっぱり自分の勝負によると思うんでね。で、他人のせいにする。これはダメだね。あのー、他人のせいにするっていうのは、要は01、これねこれ、まあまあいいや。これこのまま流しますね。何がダメなのかっていうと、 01で判定ができないからです。01、まあ、で判定をしてると絶対他人のせいにしてる場合じゃないですよね。情報が遅いから、あのー。情報の鮮度がですね、低いと思います。他人のせいにする人っていうのは、自分で動いたアクションの回数が少ない方が他人のせいにするんじゃないかなと思いますね。これは自分で え私ね、まあ、他の方もね、投資をされてる方、長い、ばれーが長い方はそうだと思うんですけども、他人のせいにするっていう思考がまず回らないです。そんな、あのほほんとね、えー、停滞してる場合じゃないから、あ株にしても暗号使いにしても、時代は流れてるし、まあ、よそもそうですよ。お自分が変わってないだけで、世の中ってのは、いろいろ変わってますからね。 えー前うん、改札口に駅員がいなくなるとかね、高速道路の支払い、料金所のねところに人がいなくなるとかね、えー、まだまだありますよね、自動化されてるものってのは本当にあるじゃないですかね、ATM もあんななかったし、コンビニもあんななかったでしょ、昔はね、うん、で、えー、今であれば、あまあ本当、まあ、人が理屈が分かんない時代だなっていう感じはしますよね、人が理屈が分かんない。うん っていうのも、まあそれも時代でしょう。だからその、他人のせいにするっていうのは、要は、情報の鮮度が、本当に、一言で言うと、情報の鮮度は低いと思います。なので、他人のせいのにする方はよらない方がいいね。えー、もうそうなりますからね。自分もそうなっちゃうし。で、自分で調べない。これは、あなかなかこれも難しくて、私の感覚だと、これ難しいんですよ。自分で調べないっていうのは。 の何があ難しいのかっていうと人ってネットってこれだけ情報が氾濫してるから自分で調べるって言ってもダイレクトに見ればいいよ企業があ出してくる IR を見てとかね、えー、であればあ分かるんだけども暗号使ってすごいまだふわ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 してる中でねこれを当てはめるのかのっていうのは非常に難しいね株であればあ企業で IR が出してくるものとかね えだ中長期計画がこうだよってこういう方向に動くよっていうものを調べるっていうのは非常に大事なのかなと思います。あと自分のイメージなんでね、えー、確かにまあありますよね自分で調べない確かにそうかもね、えー、自分を過大評価するこれ非常に何ていうのかな何、まあ、とも言えないこれ,これも何とも言えないあのー、日本人ってすごく謙虚な国民性だと思うのよ。 だから、過大評価する方もあんまりいないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね、これね。国民、えー、世界的に見れば当てはまるのかもわかんないね。えー、で次、謙虚さがない。謙虚さがないってのは、振り返らないってことなのかな反省しないってことなのかな相場において反省は、どうでしょうね。まあ、01で動いてみて、えー、自分の性格とそれが合わない。まあ、ここに尽きるんだけども、全部ここに尽きるんですよ。うん。 まあ当てはまるって言えば当てはまりますよね。謙虚さは必要ですよね、えー。すぐ分かった気になる。これもやっぱり謙虚さがないっていうところにつながるんじゃないかなと思いますよね。えー、すぐわか相場なんて思い通りにならないしね。うんまあ、だからすぐ分かった気になるっていつも不安がってる感じでしょ。うん相場はね、そうよね。うん、だからまあすぐ分かった気になっても分かるわけがない。相場なんてね。 うん、まあまあ,あ、自分の心っていうのは大事だと思うんだけども、どういう方向に向かうかっていうね、時代が。で、自慢が多いあ。自慢話ね、これは非常に当てはまるかもしれないですねい。当てはまるかもしれない。当てはまりますよね。上手い方のツイッターなんか見てると、私みたいにね、いちいちね、エイダで80枚になったとかね、えー、自慢なんかしないですよ。80枚になっても怒っちゃったから、これが自慢かっていうと、 落ち度がそこにあるからね、えー、まあ、笑われちゃうような話になっちゃうんじゃないかなと思うんですけども、そこでまあ、ああ仮に私がね、80倍になったとこで、理覚ができてね、で世にこれを、オクポンっていう人間がね、枝でね、これだけの資金でこれだけ儲けたよって言うんであれば、それは自慢だけども、理覚できてないからね、 これ自慢も減ったくらいもないよね、私の場合ね。まあまあ、次、継続できない。あこれね、継続はね、何でも、まあ、ことわざにもあるけどさ、継続ができないって、継続ができた方がいいよね。これね、継続できないと何がいけないのかっていうと、分かった気になるっていうところにもつながるんだけども、非常に物事って奥が深いんですよ、世の中って。 でまああ,あちこち私つまみ食いした方が面白いっすよって話するのは世の中のあちこちつまみ食いするとねそのもともとのね、えー、ところに落ち着くっていうか自分が継続しているところに生きる部分があるのよこれ言葉にするとすごく短絡的に聞こえるんですけどもお、うん、あるのよそういうのが。で えー、同じことをずっとやってると見えないものが見えてくるっていうのが変な話なんだけども見えないものが見えてくるんだよね。あなんて説明するのかなやっぱり物のの理屈が分かるっていうかな例えば私であれば自転車で言うとね、えー、まあみでもいいんだけども、まあ、自転車で言うとね、えー、自転車をず乗ってますよね。そうすると整備されてない自転車があ何なのかっていうのを音だけで判断できるとかね。 やっぱそういういのはで、あと、ギアがあ,ある自転車っていうのはあ、チェーンが薄くてね、脆いと。うだから、高い自転車乗ってる人たちっていうのは、チェーンがね、強度がないんですよね、実は。すごく脆い。もちろん、お高いね、チェーンってあると思うんですけども、質が、あ金が混ざってるとかあ、なんかそういうのはあるじゃないですかね、バイクでもね。えー、ゴールドチェーンとかね、えー、通常のおチェーンではね、 えーまあ、ボアアップって言って通じるかどうか分かんないんですけども、おゲンチャリをね、えー、ゲンチャリって 50cc のバイクを 10cc 上げてとかね、えー、30cc とか上げてね、80cc にしたと。でも本体の個体っていうのは変わらないわけですよね。で、スプロケットって言ってチェーンをかませて、えーまあ、駆動を受け、タイヤにつなげるものも変わらないわけだよね。で チェーンも変わんないわけだからそれでえ力だけねえエンジンだけ排気量がでかくなっちゃったわけだからこれはあどうなんのってまあブレーキはそんなに体感的にはう問題ないのかなって思うんだけどもそのチェーンなんかはゴールドチェーンっていうねいわゆる高いやつねにしてえ対策を打ったりとかなんかいろいろやるわけですよ。で えまあまあそんなことをやらなきゃいけないんだけども通常私自分でチェーン交換とかしますけどあのチェーンをーやってるとねギアが7枚8枚とかね9枚とかついててえ後ろはねでそれでやると厚みがチェーンの厚みがあると変速がうまくいかなかったりとかこれが理屈で分かってくるんですよね理屈でうんまあ理屈でって言ってもね体が分かってくるっていうのかな あーなんか分かってくださる方は分かってくださるかも分かんないんだけどもあとはあそのあとはっていうかね、まあ、そういうところ、うん、継続できないって継続していくとそういうのがあ今みたいに点を点でつなげることっていうのは説明がねできたりとか何て言えばいいのかな深みが出てくるんですよね。 あのーまあ、人とかでもそうじゃないですか何もやってこなかった年取った方より淡々と人のね、えー、に流されてきてる人よりね、えー、なんかわけわかんないことをやってた人の方が魅力的に見えないですかね、えー、なんか最近分かってきたんですよ人間の魅力って何たるかっていうのが最近分かってきてで人間の魅力っておそらく動いた数ここに落ち着くんじゃないかなと思います。 これもまあ,あ継続っていうところにもだからうまくいかないからああうまくいかないなもう諦めちゃおうみたいな感じではなくて、えー、うまくいかないのうまくいかないのそのままほっぽり投げといてで別のことを気になったことをやってるんですよ。まあ堀エモ門的に言うと多動力ね。多動力をしてると何がいいのかっていうとここでうまくいってなかったことの 自分の頭のキャパってあるんじゃないですか。もうそれを投げちゃうんですよ。もう捨てちゃって。で、そこのキャパをもう別の方に向けちゃうんですよ。うん。だから、あー私こうやって今喋ってますけども、急に絵が描きたくなったから、もうスマホをほん投げてね、絵を描き始めたとか、そのぐらいの集中っていうか、ものの移動の感覚かな。 あやることの移動っていうのかな。で、それをやってると、こっちはこっちで今、アクティブに、ね、動きたくて、絵描きたくなっちゃったから描いて、で、そっちに集中してるから、そうすると、うん、集中してる状態で物事を実行していくんですよね常。常に。で、今度絵が飽きたってなったらあ、何しようかなっていうところで、こう、目についたものを検索し始めて、あ、これしようって言ってね。で、今度、 おまあ昔は多動症って言って良くないってホリエモンのね本には書かれてましたけども今はその多動力が要はネットがあるからさ何でも調べられるじゃないですかある程度ねある程度自分で突き詰めることもおまあ調べてから自分で行動するっていうね、えー、ところだと思うんですけどもうんまあまあこんなところですね。 えー、まあ、まあここで一回ねこう、投資の失敗する共通のと,ところから外しますけども、で、一個話そうと思ってたことあるじゃないですかね。日本人はなぜ愚痴を言うのかって、これね、あのー、これ、これちょっとね、淡泊に話したいと思うんだけども、淡泊なんのかな、私のことだから、長くなるのかな、あのー、消費能と投資能っていうところだと思うんですよ。で 消費能って何なのかっていうと、消費です。あうーんお金っていうもの,の、媒体があって、で、それに対して買い物っていきますよね。そうすると、うん買い物をしてる方です。商品を売ってる方っていうのは、あ私たちがお金を支払ったあものに対してお金っていうものが儲かるわけですよ。儲かる。で、儲かるでしょ。で企業にとって、まあ、儲かるわけですよ。で、そうすると、 おー消費する人はそのお企業が儲かっても誰が儲かってもずっとその自分が儲からないとこにお金を振っていくんですよ時間とかもそうだし時間とお金を労力を自分が儲からないとこに振っていくんですよだからうん分かりやすいのがまあ会社員ですよねマニュアルがあってでえこのマニュアルに従うって言うんだけどもこっちの 自分のの頭ってては考え感じてないんだよねまずこれをやれっていうからやるんだけども一体これ何でやんのとか感じないじゃないですかねだから私あの大学をおすすめしないんだよ、うん、大学ってのはその消費のを作り上げるマニュアルでなる学歴でしかないからうんまあほそうなんですよで え長期的に見たら本当大学なんか本当行かない方がいいと思うんだけどもまあまあいいや、あのー、消費能っていうのはそういうことじゃあ投資能って何なのっていうとこっち今度仕掛ける側ですよさっき消費した方が何に飛びつくのかっていうものを自分で仕掛けるうん何が来るのかねえー、まあポケモンがあまあポケモンの話ばっかりしてるんだけど ポケモンが来るっていうところでまあ移動一芸っていうものがあったんだけどもここのでまず何で年配層がねポケモンなんかやってんのかしかもスマホ2台も3台も持って何でこの人たちがポケモンやるのかって言ったら最初のスタートってのは健康なんですよ。でこれをずっと早,早いタイミングでポケモンが始まるから前からね分かってた方っていうのは この方の行動衝動をね、この方、まあ、ポケモンが来て、まあ、その前からね、ずっとお、まあ、時代のトレンドって何なのかっていうところを見っけてたら、ライズアップとかにお金を入れ始めるんですよね、今亀さんみたいにね。えー、だから、この投資能と消費能ってのは相反するところがある,あるんですよ。で、えー、日本人ってのはおそらくこの消費能の方が非常に多い。 だから、あ結局、愚痴になっちゃうのかなって。だって、自分で仕掛けることをしてないから、要するに、自分で仕掛けることをしてないってことは、常にいい、人に対してお金も労力も払ってるわけですよ。お金も時間もね、労力も。すべて人に対して動かされちゃってるんですよ。で 自分ではあやっぱり生き物だからさ私たちもネズミでしょもともと。まあ、ネズミは置いといて生き物だからあ自分の相場を作りたいっていう願望っていうのは多分 DNA の中にあるのよ。なんだけども日本人はマニュアル社会をこう作られたレール決められたレールの中で走ってるからここに対してねその DNA がおそらく納得できてないあとは あー脳みそが暇なんですよ。これはホレモンが何かの本で書いた。あーとねうー、まあ。日本の教育は洗脳である。うーなななんかそういう題名のやつ。あ本はあるんだけども家に。でそういう本の中で書かれてたんだけどものそういうこと暇なんですよ。暇か人のおな脳みそが暇をすると脳みそっていうのは何かやりたいことを探すんだって。で えー、その暇なことだから要するにマニュアルにずっと従っていくっていうのはもうサイボーグ化した人間なわけですよ。でサイボーグ化した人間なんだけど脳みそ的にはそれに対して納得できてないんだよね。でだからあーー例えば人がね、えー、何をやってるとかこういうのをやってるとかねそれを羨んでみたりとかあーそれに対して自分がこういう行動を取らなきゃいけないその環境に対して。 えー、世間に世間に対してっていうか、まあ、あない会話の中でねそれを持ち出してみたりっていうのをしてる、うん、だから日本人のその気質的にねこの愚痴を言うような環境ができちゃってんじゃないのかっていうのが最近分かったわ私のね感覚的に分かったわけ、うん、だからあーここの、まあ、消費能になっちゃってるんですよ日本人って。 で、消費能になってんだけど DNA ってそもそも何なのって面白いものを脳みそってね何なのって言ったらあ面白いものをやっぱりやりたいわけですよ刺激的なねだからほら言うのはさ同じことを繰り返しちゃってるからあ1年はは早いわねとで早いわけないんだよ1日だって長いんだからねで1日だって長いのに1年はは早いわねって言っちゃう人っているでしょあれは同じことを繰り返してるんですよで頭が暇なんですよ で頭が暇だと時間の速度ってのは速くなります。これ、え時間は絶対なんだけども脳みそが認識する時間の速度なわけでそうすると速く過ぎたような感じがするんですよ。うん。だから、1年早いわねって1年早いわねのところに私は行くんじゃないよってたまに言うじゃないですか。それは同じことを繰り返してるからこの方の人間的魅力ってのはおそらくないから そこの周りにいたら自分の魅力もなくなるからだからやめた方がいいですよっていう話をするんですよ。うん。でえ、時間が長く感じる方っていうのは常に違うことをやってんですよ。おそらくね。常に違うことをやってるイメージです。いいですかその常に違うことをやってるイメージですよ。あくまでもね。だからあ刺激物っていうのは常に脳みそがあるんですよ。だから愚痴なんて言ってる場合じゃないんだよね。うん。 だから、過去の栄光なんかに、さっきのね、投資で失敗する人に共通するところで言うと、おことで言うとね、過去の栄光にこだわるとかね、えー、まあ、けん謙虚さはどう、よくわかんないな。あまあ、他人のせいにするとか、こういうのは、口のところなんじゃないですか。うまあ、自分は昔こういうことをやったんだって。なんで、その俺がね、こんなことを今やってんだみたいなね。 だからそういうのって過去の栄光でしょうん。今にやっぱり生きないと面白くないのね。えー、だから、あこのねうー、投資能と消費能っていうところで、そこがね、日本人がなぜ愚痴を言うのかっていうところにつながるんですよ。周りに結構いると思うんですよ。この愚痴を言う方って。だから、あーその愚痴が多くなる。消費能なんですよ。要するに。うーん。物を自分で うん感じて、えー、行動しない。で、そういう人たちがやっぱり非常に多いんじゃないかなっていう感じはします。うん。だからサイボーグ化されてますよね、人間が。これやっちゃいけない。そっちやっちゃいけない。俺は何やれいいんだと。そういう方って非常に多いと思うんだけども。<laughs> ね。あのー、この辺はですね、本当に、んここ私が非常にね、 前の音声を拾、あのー、出した時から言いたかったことなんですけども、なんか喉に入ったんでこれで切りますけども、あのー、本当にね、消費能ではなくて投資能。自分で常に自分の相場を作んなきゃいけない。うん。だからそうすることによって愚痴は減ると思います。圧倒的に。まあ、愚痴はなくなるんじゃないですかね。うん。消費能を投資能に変えればね。だ自分が常に仕掛けるんですよ。 で、これがこうだから、これ必要なんじゃない、必要なくなるんじゃないのと思うんであれば、そういう方向に自分で持っていくんですよ。常に。攻めの姿勢ですよね。人生、攻めの姿勢にすれば、この愚痴ってのは圧倒的になくなる。減るんじゃなくて、なくなると思います。脳みそがアクティブになって、えー、自分のね、いいところに行けると思うんで、自分の相場をね、持っていけると思うんで、で、これを継続すると。ね。 えー、それをすればですね、もう未来明るいっすよ、うん、っていう話でございました。で、このうんさい、最後のね、この消費の投資能っていうところは非常に大事だと思います。暗号通貨をやってても、消費労力を使ってても、お時間を割っててもね、えー、全部に生かされると思うんですよ。ただ、あまあ、私的には、この投資能っていうのはね、別に、 投資のっていうのは自分がやりたいことをやってるか、やれてるかどうか、消費能っていうのはあ人の相場に乗せられてないかどうか、まあ会社員でもそうですよ、自分が本当に納得できてやってる方って多分、90、どうだろうな、100%パンいないんじゃないかな。自分がこう、日々生きてて、自分のなんてうの、感情を入れながらね、仕事をしててね、会社員でね。 うん、仕事をしてて、自分の感情を入れてね、うわかるわかるこ、これやった方がいいよって、本当に言えて動いてる方っていないと思うんだよ。これ0人じゃないかなと思う。100人くらいだとね。まあ1万人くらい集めれば、そりゃ5、6人は、ああ、この人の言うことはいいんだよっていう方もいるかもしれないんだけども、100人くらいだと、多分ゼ0人じゃないかなと。あの人がこう言うから、こうやるって。でもこれ理由が分かってないとかね。 えそんなこと考えたらしょうがないんじゃないのっていうのは100人中100人じゃないかなと思うんで、うん。で、それだとやっぱ消費能だから、投資のっは自分で、ああ、なるほどなと。いや、そうです。こういうやり方あるよと。おそれがあ、いわゆるその経営者であっても、お職員が変わっても、バイトだろうが、ねえーまあ、そんなの関係ないんですよ。ね、小島よしおですよ。ね えー、そんなこと言っちゃいけないしそんなのそんなの関係ないわけですよ。自分が立ってるそこのおポジションでもって自分が感じたものを叫ばなきゃいけないこれやっぱり、うん。それじゃあうまくいかないこともあるんだけどもでも自分のね、うん、感覚的にはその自分のこう思ってることを出すからあー短期的には不利益なことを起きるかもしれない。 えー、私ここは無責,任無責任なことは言うんだけど,言うんだけどもあの短期的には不利益が起きるかもしれないんだけども自分がその立場でね、えー、ずっといたんであればあそれは言わない方がいいけど自分の立場がなんかよく分かんねえよとで面白いことがないよって言うんであれば言った方がいいです自分の言葉でね、えー、見学長で言ってもしょうがないけども その熱量はね、伝えた方がいいんじゃないかなと思いますよ。うん。自分の立ち位置がそのままでいいんであれば、何も動かない方がいいよ。うん。めんどくさいからね。えー、なんだけども、自分の立ち位置っていうのは、なんかな得てい,いかねえと。うん、まあまあ、本当に人生つまんねえなと思ってるんであれば、あそれをやることでですね、非常にアクティブなんじゃないかなと思いますよ。うん。こういうのは何でも言える。うん。なので、まあ、この消費の投資能、これがね、一番、なんかね、 え今回音声をね喋ってて出してて良かった内容なんじゃないかなと思いますんで、だから日本人はっていうところは多分あると思うんで、消費能の方が多い。投資能でいければいいんじゃねっていう話でございましす。こんな感じでございます。はい。それではね素敵なコインライフと週末お送りください。もう来月からね6月ですからね、爆撃の相場になることをお祈りしながらあー音声切らせていただきます。それではね、バイバイ。